道家深夜。本日の観測でついにアワリーレート時間あたりの流星数が180プラスを記録しました。これは著名な流星群の極大時をはるかに超える数字です。普段から流れ星がよく降ることで有名なこの町ではそう珍しいことでもありません。再びリクリエが近づいてきたのでしょう。25年の沈黙を破りついに動き始めたようです。過去のリクリエでもこのように長い周期を経たことはありませんでした。この25という年数の意味すること、今までの記録から周期の歳月に比例した影響力があるという結果が残されています。そして流れ星の降雨量、日を追うごとにとどまることもなく増加していきます。私が生きている中でも記録の中でも語られたことがない展開を迎えました。事態の対処法については周期の悪循環に気づいた12年前から講じています。しかしリクリエは目に見えるものではありません。具体的に何が起こるのかさえ予測は不可能。今までもその混乱に乗じて治安を乱す者たちが現れたことくらいしかありません。二次災害の防止、これこそ私たちが世界を維持するためにしてきたことです。きっと今回も同じはず。それらを的確に対処しリクリエが過ぎてしまえばまたいつもの日常へと戻るのです。そう、いつも通りのリクリエであればいいのですけれども、流れ星と胸騒ぎ、そして代々受け継がれてきた記録の裏付けがそれを認めてはくれないのです。おそらく過去最大級規模のリクリエが近づいている。確実に刻一刻と何一つとして解決の糸口を見出せない。たとえ無力だとしても私は決して諦めたりしないわ。そこまであなたを奮い立たせる理由とは一体何なのです？信じるってことかしら。信じる。リクリエに現れるという頼りになる神出鬼没の特攻野郎。ああ、あの話まだ信じてるのですか？そう、だって私たちには魔王がいるんだから。
会長。あ、は、よ。卵2個を使ったベーコンエッグ、マーガリンをたっぷり塗った耳なしタッコレバニガイ、有機栽培のジャガイモを使ったマッシュドポテイト。さらに100品目の色鮮やかなフレッシュサラダ、ノンオイルドレッシング、産地直送生搾り果汁 100% のオレンジジュース、そしてデザートは当然召し上がれ。いってらっしゃい生徒会長。あつー、ごめんなさい。ウルトラかっこいい。どうして目をそらすの？もっと見つめてほしいのに。あなたになら見られても。いや、言っちゃった。もうテレヤの生徒会長。もしそこの生徒会長、よろしければこれをどうぞ。余り物のお裾分けですわ。まずは1段目、おせち料理のフルコース、数の子だらけ。次に2段目、お重といえばやはり天重、うな重、かつ重の三拍子。佳境に入ります3段目、和の高級食といえば握り、いくらとウニがたっぷり。最後を飾る花形といえばやはりデザート。その中身とは。あーん、お口に合いまして。お粗末様でした生徒会長。だから何も買えないの。とっても太っ腹なの。あんパン、ジャムパン、カレーパン、メロンパン、焼きそばパン、おむそばパン、うぐいすパン、二色パン、フランスパン、全部なの。お金はどうするの。さすが生徒会長なの。元気よく。おはよう、シン。
いや、あんたが船漕いでるもんだからつい水に浮かべてみたくなってさ。用意されて通学路で女の子とぶつかって食い合わせ関係なしの重箱弁当をもらって早弁して、なぜかお金持っててせこいから貸すしか頭になくて、学園のピンチで必殺技かましてカラオケ行ってサイダー飲んでリステキ食べたとかいう夢。じゃあ残りは当たりか。食ってばっか。上着を広げてまさか。今日もそんなに背なくて濃いのはいや。ちょっと。生徒会室でなんて牛だな。やめないと大声で叫ぶわよ。人を呼ぶわよ。お願いミサ、助けると思って私の代わりに飲んで。何言ってるの。ねえ、ちょっとどういうこと。昔から飲まされすぎてもういいわ。よくわからないけど教えて理事長さん。おはよう生徒会の諸君、私が流星学園理事長の九条ヘレナである。話しかけられた時以外は口を開くな。喋る時は必ず教えて理事長さん。いえ、ふざけるな。もっと気合を入れろ。諸君はまだハイハイもできない赤ん坊だ。それをチンパンジーになれるよう訓練するのが私の役目だ。わかったか。ふざけるな。もっと声を出せ。よし、じゃあ早速実践だ。準備はいいか。このミニグラは至る所で手に入るだろう。諸君はただひたすらにこれを集めるのだ。これを集めると何かいいことでも。集めることに理由はいらん。任務を終えてから星を期待しろ。わかったか。よろしい。ではさらなる健闘を祈る。会長め言わせておけば。い
役職で呼ぶな。副会長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 だから副言うな。知らぬがほっとけとよく言うじゃないですか。まあ転校生で外人さんだからしょうがないか。天使じゃありません。今のハンディ、もうすぐ脱線するんだ。今は遊んでる場合じゃないでしょ。 It's communication。 コミュニケーションは皆さん仲良く楽しく遊びましょうとガイドブックにも書いてありますけど、さっきからパラパラと読んでるのがそのガイドブックとやら。ええ、実は人間界という、読めないと思われますよ。そんなことよりコミュニケーションの話ですよ。バッドコミュニケーション。今日集まったのは、教えて理事長さん。おはよう生徒会の諸君。ライバル、それは美しい響き。ライバルとの勝負はお互いを強くする。もっとやれ、そして勝ち抜け。情けはいらん、甘えるな。相手の気力がなくなるまで打ちのめしたら、やがて友情が生まれるはずだ。何者にも変えがたい絆がな。勝ち続けると何かいいことでは。完全に勝利した時、私から褒美をくれてやろう。遠慮はするの分かったか。よろしい。ではさらなる健闘を祈る。もしかして会議でしょうか。惜しい、外れなんですね。外してないし、もしかしなくても会議。会議といえばお茶。はい、お茶です、どうぞ。お茶はいいね、なごむ。ぼー、捨てる場合じゃない。そうよ、誰か考えてきた人、挙手どうぞ。はっ、これだからもう。会議とは話し合う内容を事前にあらかじめ考えておくものよ。準備すらしてこないなんて会長失格ね。あれ、バラ色じゃなかったの？そういう理由か。
シンプルな言葉。それが果たして生徒の心をつかめるのかしら。んじゃ、ご自慢のすんばらしい挨拶をお披露目してくださいな。ワクワク見てなさい。本日はお日柄もよく、皆々様ますますのご繁栄を慎んで。まだ始めたばかりでしょうよ。あー、もうわかる、にじみ出てる、あふれんばかりに。あの、どのくらい書いたのでしょう。どのくらいって、このくらい。物事は最初が肝心なのよ。これくらいきちんとやらなきゃ生徒会のメンツが保てないじゃない。あの、もう少し綺麗に巻き戻せませんか。横にちょっとはみ出てるのが気になります。うるさいわね。え、みさん褒めた。知らないわよそんなこと。でも朝礼の後でしょ。校長先生のありがたいお話の後にね。夢見心地でうとうとしてしまいそうです。まあこうなるわな。このままじゃカラオケで乾杯どころの騒ぎじゃないね。こういう時こそ会長の出番でしょ。ピンポーン、タイムリミットです。もう時間切れですね。苦いです。先輩、この様子を見てどう思われます。とっても賑やか。ほら、こんな生徒会ありえないってこんな調子じゃ不信任で解散とかあるんじゃない。ワクワク、何やら不安な空気です。確か私が1年生の時かな。生徒会役員が挨拶しようと並んできたら、背中が丸見え。今こそ生徒会長をやっつける大チャンス。これだから誰も最後に届けたくない。そして私はまた誰かを傷つけてしまう。それでそれでどうしたんですか。聞くまでもなさそうね。こうして生徒会は解散しちゃいました。ちゃんちゃん。おお、そもそもどうしてそんな人たちが当選したんだろう。あ、でも今まさに実例が、するわけないでしょ。しても正面から行くわよ。牛乳はダメだからね。ほら、さっきも言ったでしょ。こういう時こそ生徒会長の出番だって。解散も悪くないわね。あなたが生徒会長の器でないことをみんなが理解してくれれば十分よ。そして本当にふさわしいのは誰かを知る素晴らしい段取りね。おお、野望の王国って感じ。でも
解散したら再出馬はできないけど、それでもいいの？ぐっ、私だけ辞めたりなんてしないわよ。まあ私の優秀さを上にするのはもったいないでしょうし、それにさくらくん一人じゃ頼りないから、解散は多めに見てあげるわ。うんうん、それがいいと思うな。はい、お姉さま、私もそう思います。ちょっと私のことも忘れんじゃないよ。あおよ、任せてくんな。さて、本当に私なんかで良いのでしょうか。ですが、人前で挨拶をするというのはなんだか緊張してしまいますね。救い？どう？ロロットさん、皆さん困っていらっしゃるのですね。それを助けるのは当然なのです。私も一旗脱ぎましょう。やるからには徹底的にやるわよ。当然、草一本残さず殲滅。よくわかりませんが、ワクワクしてきました。なんだかんだでちゃんとうまくまとめてるじゃない。キラキラの学園